戦闘、戦闘、戦闘、プロイリウムとは、相互に敵対する二つの勢力による暴力の相互作用である。戦闘、戦闘とも、戦闘が行われている場所を、戦場、戦地といい、歴史的に戦闘、合戦などが行われた場所は、古戦場と呼ぶことがある。歴史的な慣習によって、の戦い、の合戦、の回戦という用語も用いられる。ここでは、 戦闘一般に関する軍事学の研究を解説する。戦闘とは一般的に敵対している部隊が特定の目的を達成するために戦闘力を行使する行動、またはその行動によって引き起こされる一連の交戦状況であり、具体的には発見、作敵、起動、攻撃、防御、追撃、交代行動と段階的に進展する。 戦闘において部隊を指導するのは戦術であり、戦闘の目的や投入される戦力の装備、規模は作戦計画によって決定される。戦闘では敵と敵施設に対して武器、兵器を使用して殺傷することによって抵抗行動を排除、破壊し、作戦目標を達成することが主要な作業となる。戦闘当事者である兵士たちは非常に強い肉体的。 精神的なストレスを受けながら戦闘行動を取ることになるため、被弾や被爆で死傷するだけでなく、衝撃的な経験から PTSD などの精神疾患を患う合わせもある。また戦闘は戦闘当事者双方ともに、生死の狭間という極限状況において活動するため、戦場心理と呼ばれる特別な心理状態になることもある。そのため、戦闘力の要素として火力や、 機動力などの他に、軍事的リーダーダシップが含まれれるる。と考えられている戦闘を構成する諸要素や相互の関係性、そして戦闘の形態や構造、原理に関する最古の研究として古代中国における、孫子、紀元前535年の研究業績が挙げられるが、彼の後に研究が発展することはなかった。ヨーロッパにおいても、ナポレオン戦争が発生する前には、 ベゲティウス4世紀頃、マウリティウス539から6 0に、レオ、ド、サックス、フリードリヒ2世などの先駆的な研究がある。だが、近代的な戦闘理論が成立したのはナポレオンの時代に入ってからである。ナポレオン・ボナパルト1769から1821は、 軍事理論に関する論文を執筆しなかったが、指揮が物的要素に対して3倍の効果をもたらすこと、また機動的に戦力を運用する、重要性を指摘するなどの極む成果を残した。ナポレオンの爆僚でもあったアントワーヌ・アンリ・ジョミニは、ナポレオンの軍事思想の本質を理論化し、戦闘を規定する、戦いの原則を確立した。それは主力を、ある決定的な地点、 敵の側面や背後に対して集中させるという普遍的な原則である。またナポレオン戦争で参加したカール・フォン・クラウゼビッツ1780から1831はジョミニとは別のアプローチでナポレオンの軍事思想を解釈し独自のアプローチで戦闘の法則、戦闘力の要素、攻撃や防御の行動を体系化した。クラウゼビッツの戦闘理論は 敵の殲滅を目的とする暴力的な行動によって定義されるものであり、戦闘力の優劣によって勝敗が決定されるものと定式化される。ジョミニア・クラウゼビッツに影響を受けた研究者たちは、後に戦闘の研究を理論的に発展させるための研究成果を残してきた。アメリカでは、デニス・ハートマハン、1802から1871は、 ジョミニの響きの下で戦闘に提供するべき原則を提示し、ドイツではヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルト家は訓練戦術と包囲を重視した機動理論を提起した。一方のフランスではチャールズ・アルダム・ドゥビックによって戦闘における式という心理的要素を解明して戦闘理論の研究に寄与した。海上戦闘の研究者であるアルフレッド・セイアー・マハン。 1840から1914は、ジョミニア父親のデニス・ハート・マハンの影響の下で、陸上戦闘の研究を海上戦闘に応用することに成果を上げ、戦闘の一般理論が地理的環境の変化にも適応可能であることを示した。また、モルトケの研究を受け継いだアルフレード・フォンシュリーフェン、1833から1913は、戦闘における 戦滅の原理を発展せて、包囲戦滅の協議を確立し、その研究成果は、シュリーフェンプランとして結実した。コルマ・ールフォンデア・ゴルツは、モルトケやシュリーフェンの影響の下で、それまでのドイツにおける戦の研究を総合し、フランスやイギリスに紹介する役割を果たした。フェルディナン・フォッシュは、デュピックの研究に影響を受けるとともに、ドイツの戦滅の原理を授与しており、 特に指揮などの精神的要素を戦闘の理論において位置づけた。航空戦闘に戦闘の理論を初めて応用したジュリオ・ドゥエは陸上や海上とは異なる地理的、技術的条件の下で行われる戦闘が理論的にどのような作戦を可能とするかを明らかにした。またジョン・フレデリック・チャールズ・フラーは現代の戦闘の理論を研究するための科学的な方法論を備えし、 戦いの原則を現代の戦闘の形態に応じて発展させた。フレデリック・ランチェスター、1868から1946は戦闘の数学的モデル化に取り組み、特に戦闘力と戦闘結果の因果的な関係を定式化した。戦闘の理論において、戦闘の本質を初めて哲学的に定義したクラウゼ・ビッツは戦争との 関係から戦闘の性格を捉えている。クラウゼビッツの見解によれば、戦争とは政治の延長として位置づけられており、政策の道具として戦争が特徴づけられることを論じており、これを現実の戦争と呼んでいる。同時にクラウゼビッツは政策の道具として戦争をみなさずあくまで政治に対して孤立的な行動として戦争をみなした場合、 戦争本来の性格が無制限の暴力にあることを明らかにして絶対戦争とて定式化した。彼の戦闘の基本的な概念は絶対戦争と同様に本来の性格が敵の殲滅に他ならないことを論じている。なぜならば戦闘はすなわち闘争であり、この闘争の目的は敵の撃滅もしくは征服であるためであり、これが戦闘の最も簡潔な概念であると定義づけた。 彼にとって戦争におけるあらゆる戦略的な行動は戦闘に行き着くのであって個々の戦闘はその規模を問わず戦争全体の目的に持続する目標のために行われる。戦闘とは戦争の階層構造の中で理解することができる。ここでは戦闘の階における交戦、そして戦闘の上位における作戦と戦争について外観するフィールドマニュアル100から5を参考。 戦闘における勝敗が戦力の優劣によって決定づけられることを示した数の法則ローブナンバーズはクラウゼビッツによって提唱された彼の見解によれば部隊の数量が勝利を決定し数的な優位性こそが唯一の勝利の原因であるまたクラウゼビッツは戦闘を分析する上では部隊の性質にも着目することでこの数の法則は 時代や地域を問わずあらゆる戦闘に一般的に適応可能であることを主張する。クラウゼビッツのこの理論は後に戦闘の理論として明確に整理されることになり、部隊の戦闘能力は両軍のそれぞれの数的な戦力と戦力の性質、そして戦闘に影響を及ぼす環境変数の積によって求められ、青軍と赤軍の両軍の部隊の戦闘能力を 割った数が戦果として求められるとを明らかにした。これを数式として表すと次のようになる。N は部隊の兵員、V は戦闘に影響する環境の変数、Q は部隊の特性、R は赤軍、B は青軍、O は戦闘結果であり、戦闘結果が両軍の戦闘能力によって定量的に決定されることがわかる。同様の法則化はランチェスターによるランチェスターの 高速やオシポフによるオシポフ方程式としてまとめられている。クラウゼビッツは現実の戦闘が機上のそれと全く異なる性格を持つ要素として摩擦。クラウゼビッツを考案している。摩擦とは地形、天候などの自然環境や敵の不規則な行動、偶発的な出来事などを含む障害を指している。実際に計画を実行に移すと予測不可能な。 事態は連続し、計画が依拠していた前提が崩れる場合がある。戦闘において、摩擦は様々な形で現れるが、その一つに、情報的要素がある。戦闘においては、敵部隊は通常偽装、隠蔽によって、自らの存在をできるだけ知らせないように努めるため、敵部隊の情報を得ることは、基本的に容易ではない。断片的な情報を、 総合的に分析するだけでなく、変化する状況に応じて、情報を更新することも必要である。しかし、状況のすべてについて完璧に把握することは事実上、不可能であり、指揮官は常に不完全な情報に頼って、決断を下す、必要性がある。この情報の不確実性は摩擦の中でも特に、戦場の霧と名付けてられており、戦場における、意思決定の困難性を示している。 作戦計画の立案において、作戦の目的、敵部隊の規模や配置、作戦に投入可能な部隊、作戦区域の地形などに基づいて策定し、戦闘を具体的にどのように遂行するのかを計画する。例えば敵に対する構成作戦を立案する場合、敵の位置や規模などについて考慮した上で、どのような軌道攻撃、包囲、迂回、突破などを行うのかを決定して、 構成を計画する。この過程で必要な武器弾薬、時間、予想される失敗のリスクなどを考慮して具体的な運用が決められていく。作戦が策定された後、上級指揮官からまず各級指揮官に作戦内容が伝えられる。この内容に基づいて作戦部隊はそれぞれが自分の任務を理解して装備を整備し、砲兵部隊や航空部隊に 火力支援を要請し、兵艦組織から弾薬や食料などを受け取り、戦闘を準備する。戦闘で敵を殲滅するためには、まず敵の動きを拘束することが必要である。迅速に起動する敵に対して、確実に起動攻撃を行うことは難しいため、迂回や包囲によって敵の起動力を減衰させる。敵の拘束に成功したら、敵の戦闘力を無力化。 低下させるために敵を混乱に陥らせる格乱を行う。格乱によって敵部隊の連携を分断して組織的な抵抗を封じ込め逆襲の感激を与えないように努める。戦闘では常に位置の優位性をめぐる攻防があり、戦場では敵味方がしばしば移動している。この移動は軌道と呼ばれ、この能力は軌道力と考えられており、 機動力は金曜地形の確保や迂回、包囲などの敵との移動速度を争う戦術行動に大きな影響を与える。また敵を拘束、拡乱して無力化すれば最終的に火力攻撃、突撃を行う。これを打撃と呼び、ここで敵を制圧することができる。戦闘後に敵の一部が孤立化して残存していれば戦火拡張が行われる。 戦火拡張によってより多くの被害を敵に与え、戦闘の戦火をより拡大することができる。またこれに続いて戦場から離脱する敵に対して追撃が行われる場合もある。作戦が終了してからは、戦場を捜索して死傷者に適当な処置、遺棄物を収集などの戦場掃除を行い、死傷者を収容、情報を収集、略奪を防止する。 陸戦は陸上で実施される戦闘である。徒歩、走輪などの複数の機動手段と、部隊編成、多様な攻撃、防御、交代行動の戦術行動、下器が発達した現代では、超短射程、自家局射弾道射撃などを有機的に組み合わせて行われる。また陸地は人間の生活基盤が存在するため、陸戦は複雑な心理的影響を与える。 加えて陸戦は非常に多様な側面を持っており、作戦、地形、気候、時間帯、戦術などにより様々に分類することができる。海戦は水域において海上戦力が戦術的に衝突した戦闘を有。う。気象、水路、海洋短波、潮汐などに影響され、また補給、整備の関係から自給戦を実施することができず、決戦となり、 またその結果も完全な勝利か、殲滅的敗北のどちらかになる傾向が強い。特徴として水域における戦闘であるために、陸上戦力のように地形を戦力化することがほとんどできず、兵器の性能が戦闘の勝敗を直接的に決める。そのため海戦は、ランチェスターの法則がほとんどそのまま適用される。分類には、以下のようなものが、 代表的に挙げられるが、さらに特殊作戦、監視、紹介、情報戦、指揮統制、電子戦、補給などが関わる。航空戦は、航空戦力による戦闘を言う。航空戦は、極めて迅速に進展し、また地球上、あらゆる場所で発生し、高度な打撃力で敵と交戦できる特徴がある。航空戦力は、 長時間その空域に駐留することはできないため、その進展は即時決戦であり、敵航空戦力を撃破することによって、航空優勢を得ることができる。確保ただし空軍はその戦力の特徴上から、作戦によって分類している。戦闘とは、戦力が直接的に戦闘力を行使し、相手を排除してでも、目的を達成しようとする場合に発生するものである。ため、 ここで述べる戦闘は厳密には戦闘ではない。しかし闘争の形態として一般的に認知されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。